どうも皆さんこんばんは、イサムです。パーソナルトレーニングジムアクションスタイルの運営、それからトレーナーをしていたり、ベトナムではサムライイサムと呼ばれてまして、日本とベトナムの交流活動だったり、パフォーマンスをしたり、そんなことを、しています。で、今日はね、フィットネスジムアクションスタイルの、レッスンが終わりまして、その帰り道で録音をしてます。今日も大体最大でね4コマパーソナル見させてもらうんですけどね、今日も4つやって、まあ体はヘトヘトですけど、やっぱり、ね、トレーナーとしてね、皆さんのこう頑張りを盛り上げたり、もっといけるぞってこうね、やらせてもらうのが僕の仕事なので、そうやって、なんだろう、最大限のエネルギーをね、みんな出してくれるので、それが僕のやっぱりパワーにつながるし、やっぱなんだろうな、もちろんその動けるレベルで言ったら僕の方が動けるに決まってるじゃないですか。だって僕はずっとそういうことをやってきたわけなんで。だけどそんなことが重要なんじゃなくて、トレーニングっていうのはね、その人なりの最大限でやるってことが何より重要で、でその最大限出す辛さっていうのは変わらないんですよ。いつまで経っても変わんないと思います。だからその出すっていうことがね、やっぱすごいなって、いつも思うんですよね。そう、まあそんなことをやってきたという話で、今日の本題はちょっと違って、言霊というか引き寄せの法則みたいなのあるじゃないですか。でああいうのってあるなっていうのをね感じるんですよね。でも結構それはね信じてるつうか、なんか寄ってくんなっていうイメージがあるんですよ。で例えばね、僕はまあジムを立ち上げた時はジムのことばっかり考えてたし、ジムのことばっかり人に話をしてて、そうするとジムに興味ある人だったりとか、いろんな人がね、何やってんのって聞いてきてくれたり、なんかこうジムにつながるような話がね結構舞い込んでくる、来たんですよ。そう、ラッキーですよね。そう、でもそれって言いまくってたり考えまくってたからそうなったと思ってるし、例えば今だったら、サムライギャングという、まあ日本とベトナムをメインにね活動してる、アーティストチームなんですけど、そのサムライギャングでね、そのオンラインで、世界各国の人たちとつながって刀クラスをやるっていうことだったり、着物を販売するっていうことだったり、でその売り上げの一部を、孤児院に寄付するというようなことをね、やってるんですね。でそれっていうのはね、そんな急に始めたことで思いついてね、こういうのあったら世界の人たちとつながれる、楽しんでくれるんじゃないかなっていうことでやり始めたと、いうことなんですけど、そうすると今度そればっかりどうしたらそれがうまくいくのかとかね、そういうことばっかり考えるようになるわけですよ。でそうするとなんかそれにちなんだことがね、寄ってくるっていうか、話がいろいろなんか舞い込んでくるというか、そういう風になるんですよ。例えばね、昨日僕は中学生の同級生とね十何年ぶりに飲んだんですね。で彼はもうずっとアメリカに住んでいて、ずっと単身でアメリカ行ってね、ずっとアメリカ住んでて、なんか僕はその例えばホームページを作った時とかに、アメリカからこのホームページは見れるみたいな、そういうことを聞いたりとか、着物販売のページが見れるとか、そういったことをねのやり取りはしてたんですけどね、なんかたまたま飲むことになって、でそうするとじゃあアメリカだったらどういうやり方がいいのかっていう話に必ずなるし、それからその彼がね、結局いろいろ協力してくれるんですね、この後ね。そうで、そういう話につながり、結局その彼と飲んだことは楽しいし、しかもサムライギャングのプラスになると。そう、でそれは日本に住んでる人にはできないことじゃないですか。たまたま彼がアメリカに住んでいて、そうで、アメリカはターゲットなので僕たちの、じゃあアメリカに、例えばアメリカのね、その家の近くに掲示板みたいなのがあるから、そのポスターみたいなの作ってくれれば貼っとくよと。そんなことってできないじゃないですか、僕は。彼しかできない。そういう人に会って飲むという機会、しかも普段から飲む人じゃなくて十何年ぶりに会う人、これってなんかあるでしょ、って思うわけですよ。そうで、そういうことがね、
多々起こるんですよ。その前にも起きたし、そう。だからそれっていうのはやっぱりずっとそのことについて考えていて、うん、でそのことばっかり考えてるからそういう話になるし、そういう話になるからこそこうなると。僕がずっとサムライギャングのこととか、例えばジムのことだったらアクションスタイルのこととかを考えてなかったら、もっと他の世間話になったり、彼の話メインになったりとか、そういう可能性もあるじゃないですか。ではなくて、僕がずっと考えてるから、実はこういうのやっててさと、でこういうこと困っててさとか、こういうのどう思うとか、アメリカ人だったらどうとかさ、そういう話になるわけですよ。だから結局その、本気でね、そのことばっかり考えてたりとかすると、そういう話が引き寄せられてくるんだなというふうに僕は思ってます。だから結構、なんだろうな、そう、もちろんそれはね、自分の努力でなんとかなることじゃなきゃダメで、運任せのこととかをね考えていたって、それが引き寄せられてくるわけがないですよ。だから僕はもう運任せとか、自分の力でどうにもできないことっていうのは嫌いなんですよね。そう、それはねまたちょっと別問題。自分の力でなんとかできること、自分が頑張れば、変えられると、いい方向に変えられること、これに限ると思いますけど、もしねそういうことをやっていて、うまくいってない方は、よかったら本当にずっと考えるだけでいいんで、一日中そのこと、それだけで何か引き寄せられてくるはずなんで、よければ試してみてください。はい、ということで、最近感じる言霊、引き寄せ、こういうものがあるなという話をさせていただきました。はい、こうやってね思ってることをやっぱ喋るとね、僕もああこうだよなこうだよなって、こうなんか自分を見つめ直すすごいいい機会になるなと。もう再生されるかどうかなんてもう見てないし、人が何が興味があってね、その興味にあることを発信した方がいいに決まってるんですけど、そうではなく、僕も話すことで、なんかまとまるというか、そういう場にこの YouTube はもうちょっとさせてもらおうと思ってますんで、皆さんお付き合いください。逆にこういう話が聞きたいとかあれば教えてもらえたら、考えますんで、よろしくお願いします。そして概要欄にベトナムの YouTube 貼っときます。僕が3日前に帰ってきたのかな、1週間ぐらいねベトナムに行って、マラソンの宣伝大使として行きつつ、サムライベトナムツアーっていうのを、向こうのねアテンダーの方と一緒に組んでねやってみたチャレンジ企画です。その様子をねなんとなく僕 Vlog っぽく、撮影して編集してみたので、よかったら概要欄からそちら見てみてください。ベトナムの感じっていうのもなんとなくつかめると思いますんで、よければ、ご覧ください。はい、ということで、今日は以上です。いつも聞いていただいてありがとうございます。じゃあ良い夜をお過ごしください。イサムでした。